はい、もこと申します。ちょっとね、実家に2年ぶりぐらいにね、ちょっと帰ってきてるんですけど、はい、今、親父が、なんか飯食い終わったところで、まあ、ちょっとな、いろいろ話をしててね、まあ、懐かしい話とか、昔話というか、通信制高校通いながら、なんかその系列の予備校とか通わせてもらって、まあ、結構高い金払ってもらって帰ってたんですけど、はい、その時の思い出を、ちょっと、振り返ろうかなと。どうでした、あの時の俺は。あの時はな、だから、まあ、こういう名刺出してるのか分からへんけど、いや、こういう名刺やめて。某大学。某大学な、それ某は。大学が、某大学、まあ、2回ぐらい落ちて、推薦京都産で、業大学やろ。協賛が落ちて、で、某大学も2回落ちて、某、茨城のとこ大阪なんとか大学。ろ、おってもんな。おってもない、落ちた。ろ。落ちた。で、全部落ちてるやん、俺。予備校の先生は、もっとしっかり勉強しとったら、普通に勉強してたら、協賛はいけましたよと。そうで言うとった。どういうこと？それ普つま通り。に勉強してへんねん。ゲームばっかりしてたから、もうかまけてたから、そういう結果になったわけよ。あ、じゃあ予備校の先生もやっぱ苦言を呈したんや。俺のこの勉強に対するそこをスター姿勢トとを。して、お手も2回落ちて、で、ちょっと危機感もあったやな。で、なかなかもう行くとこ、行けるとこが、やっぱり3月の後半やったから、3月の後半。もうこうなってももう中旬過ぎてたから、中旬だもうからもうね、浪人するかどうか厳決め選るタイされミンるグとき、だ受験さね。できるとこがな。だって俺ら京都産業大学にさ、行ったやん。オープンキャンパスで。俺その時まだ、いまだに忘れられるのが、おとんが、まあ、ここの大学でええんちゃうかと。ここでええんちゃうかっつって、まあ、ここにしとくかみたいな。社内から入ったるかみたいな感じで言って、高校推薦楽勝で落ちるっていう。そんなんがあったあれは今から、で忘れませんね。そんなんがあって、で、もういいよいよ、もう、ほら、いけるというか、受けれる学校少なくなってきて、だから、付属高校を持ってる大学しか残ってんわけよ。なるほど。そういう大学は受験ちょっとまだ遅いんや。遅いし、遅くまでやってんじゃん。C に行ってとかまあ、まだ。どうかわからないけど、付属高校の生徒を救済するために、ギリギリまで、そういう意味ね、あれ。募集してる可能性もあるなと聞いたけど、そこにお前が入り込んでもらうわけ。入り込んだ。大正大。大阪大学商あ業し大ょ学、大阪商業大学か。商業大受けに行った、学、受けに行った、俺。行った電車よ。で。電車で。で、仕事しにメールで場所わかんとか言うと俺に言われてて。ほんで地図がやばガすラぎケーでなんか送ったって。やばすぎやろ、ほん俺。で、そういう受けてやな。見事落ちて。ってね、おとんがね、仕事中やったのよ。受験の時間とか仕事中やん。おとんの仕事中に俺が受験会社分からんからって うん、ちゅうだからな。で、電話してきたってこと。で、そこあかんがって、結そこま局、でして、結そこまでして受けて落ちたよ、俺。じゃ、おしゃ。やばいな。ほんで、その次は、この大阪産業大学、那覇さんな。受けた、受けた。生駒のふもとにあるね。受けた、産業大学。東大阪やんな。大東市。大東市か、あそこも付属高校持ってるから、どうしたの？あそここそ、駅からバスが出てるのが分かれへん言ってた。そう、思い出したわ。思い出した。シャトルバスみたいなのが、ちゃんとあったの、受験生用の。それ乗れば一発で受験会場着くのに、なんかそのバス間に合わなくて。で、歩いて。俺だけ歩いて行って、20分ぐらい試験送って。すんません、つって。で、そこもやっぱりな。いや、もうまあまあ、そそこれ、まあ、で、当然落ちたよね。そこで、多分、やばいなと俺は思っとったわけよ。やばい、あそこ。どういうことやばいっていうのは。そらももう、なんか、その、
で学力的ってこと？学力でまあ学力的にもやばいし、社会性も高校なら、うん、その受験優先にな、うん、多分するんちゃうかっていうのが、だから優先ってこと？ん？あ、付属高校の子が優先される。そうそう、はいはい、まあ、分からんで、それはな、うん、なさる。ほんでもうこれまたその大学、このサイドの大学合格発表まだないんやけど、はいはいはい、予備校の先生に、はいはい、もうちょっと知らんけど、はいはい、仕事中飛んで行って、うん、車で、うん、天王寺まで。あ、そんなことがあったの？行って俺のなんこれやばいと、先生これやばいんですと、はい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 、多分三台も落ちるでしょう言うて相談したんや。それでもやばいな思って、うん、予備校の先生に、うん、相談しに行ってん。はいはい、先生ここもまあ、これからこうです、今の経緯、今の経緯は。で、ちゃんと勉強してたら、うん、もうこんなことせんでよかったのになって先生は言うとったわ。この高君は、うん、言うとったけど、うん、あのちゃんとやっとったら、うん、普通にしとったら、うん、もう京都産業大学に通ってましたよ。ああ。今はこの現状ですわ。普通に。もう多分もう、他ない、もうあれがな、もう9月の、じゃあ3月の、もうほんま数やった。ほんで、そうでしたら、まあ多分今受けてる3代も多分ダメでしょうと。先生どうしたらいいかなっていうのを相談して、はい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 、ほんだらここやったら、はいはい、どうかないですかって聞いたんや。うん、ここやったら、うん、あの、お金打てへんかったけど、うん、センター試験、豊君は、うん、豊君でも、センター試験は、うん、60点、なんか60点あったって。何の教科が60点あったの？総合かなんかやろ。センター試験の俺結果ってあれ普通は分からへんやん。何言っとったそれで。へぇ、60あったから、クリアできる点取ってたから、うん、ここの大学やったら、うん、その、はいはい、センター試験の内容、あの結果だけで取りますって、うん、それがどこやったの？それもなかったね。ああ、俺んだそれだから要はさ、もう、まあ、ぶっちゃけた話がさ、やっぱ全入ってあるやんか、その定員割れみたいなね。だから結局センター試験の結果どうであれ、うん、まあそれは分からへんね、内容は分からへんね、あの、うん、主なあの現状は分からへんけど、そういう、はいはいはい、なるほど、そういうのがあったんや、生徒が欲しいから、うん、それでまあ最後のだから俺からも浪人しても結局勉強せんやろっていう、ね、そこの三段落ちた時、そこの玄関で四つん這いなんて泣いとった鼻こいて涙こいて泣いとったあの時も自殺しようかなと思ったもん。でお父さんが、うん、そうあの大阪の総合大学とか、はいはいはい、いろいろ神戸の国際大学とかもあパンフレット持ってって、はい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 、こうなるでこうなるで言うてんけど、はい、お前放心状態やってん、ああこれはかかんよもん言うて言ったんや、先生とかな。なるほど。あのいや、な、はい、何歳言ったんや。はいはいはい。それはちょっとすごく迷惑をかけたと。レガーション持ってきたやろ。うん、なんかいっぱいパンフレット持ってきてくれて、なんかもう頭入ってこなくても、どこ受けてもまあ落ちるんやろなっていう。で、何しにしよう、じゃあ何しにしよう、レガーション送って、うん、で、3月の30日、今でも覚えてるわ。いいね、来たんや、あの。ああ、来た。通ってたわ、あれで。ああ。メール来て。ああ。何のことしたんや。でも、あの時、おかんが、お母さんが確か速達で受け取ってん。あの、奈良さん、その俺の母校の。うん、で、なんか。速達で受け取って、薄いから。薄いから、なんか、まあ、あがんかったじゃんかとか言うから、あ、もうほんまに俺受け入れられる大学がないんやなって思って、まあ、ちょっと絶望してんけど、まあ、開けたら、まあ、ちゃんと受かってたっていうので、なんかお母さんは結構真剣な表情で、まあ、行くか行かんかあんたが決め、みたいな。別に、そんな、ここ行きなさいっていうあれもないから、みたいな。ほんで、二人で見に行ったん、まあ、そう、一回行ったわ。見学行ったん、ああ、行った。で、なんか3号とかの下宿先とかも全部探してもらって。それはもう、それは、うん、で、まあ、行くか行けへんか、
まで考える場合って。ああそう。言ってるんだけど、まあそれ考えたら浪人っていうかもう浪人なんか親としたらもうしてほしくなかったし、もう、まあ、浪人しても学力多分変わらんからな、変わらんし勉強せへんねんから、これなんかほんまのもう浪人となってまうわ思ってお父さんもしちゃったんやで、まあ大学、はいはいはい、まあ、それはちょっと感謝しなきゃいけませんね、4月3日に入学式、はいはい、あ入学式本当もうねすごかったよな、だから怒涛の1週間やったな、これでちょっと中段まで遠いから、うん、でひょこっと、ね、そう一人で住むかって言ったらお前住むって言うたから、うん、そうなんです、住んでみるかって言うたら一人暮らしやってみるって言うたから、でその日にも探して、ああそう探してくれたやん、なんか町の不動産屋で3年ぐらい回って、うんで、一番いいのがあったから、うん、で、もう翌週から一人ですね、引っ越しちゃった。ああ、そう。あの、ノートパソコン1台だけ持って、そうね、あと布団と、もうそれで、ネット回線が繋がるまで、孤独でもう、まあ、なんか大学でも友達できなくて、もう孤独感がすごくて、だからそれで毎週帰ってきてたよ、俺、実家に。最初は繋がらない。そうで、あれが行った時に、うん、いやごめん電話か誰かかかってきて、携帯に、うん、多分オー君や思うけど、え？オー君とったよ。オー君？ああはや。いや電話かかってきて普通に喋ってたから、うん、リアルにあの友達と喋ってる。ああ、そう、うん。ほんまにもう何年かぶりやわ。で、お母さんと。感動物語や。感動よかったな、うん、普通に、これ感動できる話よね、これ。第一歩。正直。進めたなっていうのがあって。はい、まあ、あの、やっぱ大学入ってから、まあ、最初の1ヶ月やっぱしんどかったけど、やっぱちょっと軌道に乗って、一人暮らしで楽しいなってなって、うん、まあ、家賃とかも全部ね、お父さんに払ってもらって。でそのネットつながったそのニコニコ動画で実況動画とか始めてからやっぱそこぐらいからなんかねやっぱちょっとその安定し始めた、精神もそうやし、うん、まあちょっと楽しいなっていう、別に大学が楽しいとかじゃなくて、あこの生活続けられるかなっていう希望が見えたのも、はい、まあ1ヶ月目ぐらいからって一人暮らし始めて、はい、まあね、そっから始まったのが母校としての人生です、はい、まあ、そんな僕が昨日ね、あの始球式をね、うん、京セラでやるという出来事がありましたけど、まあ、その始球式の感想はまた別の動画で、ね、お父さんとお母さんに聞いていきますので、うん、まあ、今回は僕の大学、そうそう、はい、大学探してもらう編でした。はい、以上です。大学良かったわ、はい、ありがとうございました。